race around the block。2011年のアメリカ、丈太郎の娘空城ジョリーンは無実の罪によりグリーンドルフィンストリート刑務所に収監された。それは天国へ行く方法を求めるエンリコ・プッチの仕組んだ罠だった。プッチの野望を打ち砕くためジョリーンは仲間たちと共に刑務所を脱獄した。だがプッチはケープカナベラルの地でジョリーンたちを待ち構えていた。重力の向きを変化させるスタンドシームーンを伴ってここは建物がひっくり返っているのか。いや、何かおかしい。地面が傾いている。あれは何かの施設のようだ。ケープカナベラルの地に影響を受けたプッチの新しいスタンド、重力の方向を狂わせるものだと思ってたけど、まさか人を操ることまでできるなんて。お姉ちゃん、逃げなきゃダメだ。逃げて体勢を立て直さなくては。あの二人が敵に回ってしまったなんて、今のままじゃ勝ち目はないよ。ダメよ、逃げることはできない。ここで逃げたらプッチは求めているものに到達して。おい、あ、今ここで何が起きている。この異様な重力は何だ。あなたは。よかった、無事だったわね。な、何かおかしい。若いわ。おめえら、俺を知ってるのか。やれやれ、前にもこんなことがあったな。何年先なのかは知らんが、俺はこの時代にもいるってことか。お姉ちゃん、二人が来たよ。エルメス、話す。異変に巻き込まれた口だな。おい女、その二人は仲間だったかもしれんが、今は敵だ。スタンドを出して構えろ。やかましいぞ。やかましく。一体どうなってるの？甘い。射程内に入った。しまった。
やれやれ、どちらも接近パワー型か。Elle va se casser, lui va rester. Kimio na kakushin ga kankaku toshite aru. Toshi mo mitame mo zenzen chigatte shimatte iru kedo. Kono hito wa dou suru? Kujo Jotaro da wa.ポリオ、急に。何を言ってるんだこいつ。誰だお前は。なぜジョリンにくっついてる。この人は私の父さんよ。お見合わせかわす。なんだと。ジョリン、なんだって。正気を失ってるのか。スタンド攻撃を食らったか。それはさっきまでのあんたたちでしょ。違うわ。自分でもぶっ飛んでるって思うけど、ジョースターの血が感じる。この人は空城長太郎。私、僕は長太郎さんを見たことがある。この人には確かに長太郎さんの面影があるよ。確かに俺は空城だが、やれやれ。しかし、たまげるのは後回しにするとして、おいジジイ、なんじゃ。また頼むぜ。またって、また説明するのか。亀から人が出てきたぞ。その手のセリフはもう聞き飽きたぜ。そのジジイについていきな。人使いが荒すぎるぞ、まったく。あれ、もう少し近寄ってくれんかね。おい、おめえも入りな。Winter forecast. あなたはフチとの戦いで死んだはず。ジョリン、君には悪い。俺の
呪われた人生に関わったことが君の不幸だ。まずい、あれは悪魔の虹、ヘビーウェザーだわ。おい、さっきの二人と同じだ。奴はお前を始末。わかってるわ。信じたくないけど、どうやら。いつもねえスタンドを使うやつだ。ジョリーン、俺は戻ってくる。この世の全てをぶっ壊すために。ウェザー、待った！逃げられたか。そのあんたのことなんて呼べ。ひとまず父さんって呼ばせてもらうわ。今何が起きてるの？プッチンの能力が原因かと思ったけど、そうじゃないのね。時代と世界を超えて、この場所で巡り合うことだ。J'ai rien à foutre, c'est Pucci. 空城城太郎。いやー。プチ。はじめましてと言うべきかな、城太郎。もっとも。私が1988年のお前と出会うのは。何？セバスチャン？あれは。と、鳥、ハヤブサ？ブッチ。とか言ったか。てめえ、今奇妙なことを言ったな。俺がてめえとすでに会ったことがあるだと。知る必要はない。説明したところでお前には理解できん。プッチ、お前を天国に行かせるわけにはいかない。お前がこのケープカナベラルで必要としているものを与えるわけにはいかない。ジョリン、その天国、この世界の私が求めていたもののことを言っているのだろう。それはもういらない。私には不要なものだ。何？私が本当に求めていた天国は他にあった。私はそれを見つけた。いや、彼に、我が友に見つけてもらったのだ。私は苦難の道を歩み続ける殉教者ではない。
真実の道を得た天国の住人なのだ。私はあまねく世に知らしめねばならない。彼の生み出す真実の尊さを。何だと言っただろう。知る必要はない。我が友と天国のためにお前たちをここで全身全霊を込めて。今までのプッチとは別人みたいだわ。説教の言葉がよく聞こえねえからよ。もっと大きな声でいいな。夜空に輝く満天の星を見たことはあるか。全ての星々は互いに引き合うことで一層輝き、お前は引力を信じるか。人と人との間にも引力があるということを。プッチ、何を言ってる。お前たちには計り知れないことだろうが、私たちは真の天国に至る唯一の道に到達した。この世の全ての人類が真の幸福に導かれるための道。アイズオブヘブン。何、聖なる遺体の光に導かれるがいい。空城丈太郎、お前たちが遺体を全て集め終わったその時こそ、我が友の天国が幕を開けるのだ。楽しみにしているぞ、丈太郎。お前らが彼の作り出す真実にひれ伏す時を。どうやら今のやつは異変に巻き込まれているのではなく、異変を引き起こしている側の存在ってことか。やれやれ、真実だの上書きだの意味ありげなこと言い真実、仲間が敵になり
倒したはずの敵が蘇る。真実の上。共鳴だ。近くに聖なる遺体があるようだな。J'en en fous la roche. あと3個か。うわ、何これ父さん。詳しいことは亀の中でさっきのジジイに聞きな。それと父さんってのはやめろ。おめえ俺より年上じゃねえのか。それ以外にどう呼べばいいのよ。前みたいに親父とか。後でいろいろ聞かせてよ。やれやれ。On va enfin être dans leur univers. Quand que leur putain de stand c'était des putains de chevaux de merde. Ça m'étonnerait pas.
何これは なんだおい何が起きた。弾かれたみてえだ。光のひびに入ろ。これはどういうこった。多分だけどよ、ここから先の時代には行けるやつが限られてるってことか。なんだそりゃ。光のひび自体が壁になって通る資格のねえやつを弾いてるんじゃないかと思うんだ。資格ってのはなんだよ。そんなのどうやって調べればいいんだ。この音は遺体の共鳴だ。誰だ、誰の遺体が鳴ってんだ。え、これ僕もだ。どうやらジョースターさんとジョースケだけが次の時代に行けるみてえだな。別行動を取るのですか。危険なように思いますか。大丈夫、遺体に従ってここまで来たんだから。ジョースターさん、気をつけなせ。うん、ありがとう。スピード頑張ってね、ジョース。任せとけって。ちょっくら行ってくるぜ。それで二人が戻ってくるまでの間、俺たちはどうするんだ。そうだな、この森王朝で待機。待機？あれ、どこに行くんですか。ちょっとね、その辺は歩いてくるわ。お嬢さん、この店でドルは使えませんよ。セパルイニアゲキャート。プーテンシーボー。よろしければ円と両替して差し上げましょうか。本当？助かるわ。結構です。手数料はいりません。その代わりといってはなんですがね、私とちょっとしたつまらない賭けを。あなたが勝ったらお金を倍にしてお返ししますよ。賭け？賭けなら自信あるけど。観光客相手のしょぼいイカサマカードで私をカモにするつもり？賭けなんてものは何でもできるもんですよ。時間はかかりません。例えばこのコインを弾いてテーブルに落とし、表か裏かを言い当てる。どうです？簡単だけどスリルあるでしょ。そうね。じゃあ、わかりました。私は裏にかけましょう。それで私が負けたらどうする。お金はいりません。代わりに魂なんかどうです。
魂で。魂？ちょっと何この男、素で言ってるの？キザなこと。ご返答は？いいわよ、それで。グッド。楽しくなってきた。ところで、その首筋、随分珍しい形のあざですね。え？星といえばそう。星を表現するのに奇妙な言い回しがあるのをご存。空に天国があると信じられていた昔、星とは地上を覗く穴から光が漏れているものだと考えられていたそうで、何だったかな、 Eyes of Heaven。 おっと、裏になりましたよ。おい、あまり一人でうろうろするなよ。異変による刺客が来るかもしれない。てめえダービー、ジョリン、その男から離れろ。もう遅い。払ってもらいましょうか。あなた賭けましたよね、確かに自分の魂を。賭けというのは人間の魂を肉体から出やすくする、そこを奪い取るのが私の。こんな説明はお前には不要だったかな、ジョ。両面とも裏か。安っぽいイカ様使いやがった。安っぽいイカ様で十分だったよ。親に似ず不注意な娘だ。度胸あるじゃねえか、ダービー。わざわざトランプを用意するなんてよ。もう一度ポーカーで再起不能にしてほしいようだな、翔太郎。あの時、私はお前のブラフに負けた。屈辱だ。許せない。あれ以上の屈辱はない。自分が許せなかった。お前に精神的に屈した自分を呪った。二度とあの時の惨めなダービーには絶対に戻っ。私はあの丘ギャンブラーの誇りを取り戻すためにお前と戦うのだ、ジョータロー。ポーカーでの勝負を申し込む。いいだろう。では俺の魂をかけよう。グッド。オッケー。
オープンザゲームを始めよう。私はレイザー。ゲッド。私はコールだ。どうも。なんだ。ネクストゲームだ。さて、私はレイザー。さて、私はコールだ。ゲッド。どうも、ワンペア。
勤務だ。ジョリーンの魂が戻ったか。てめえの負けだぞ。お見事。私はお前の娘の魂を奪い、お前はそれを取り返した。寝ぼけたこと言ってんじゃねえ。このまま無事に帰れると思って。帰るとも、今までだって何人もの敵に逃げられただろう。てめえ、丈太郎、今の私は実お前が以前と変わらず強者であると確認できたのだから、だから一つだけ忠告をしてやろう。あのお方と出会ったのなら絶対に戦うな。あのお方の能力に太刀打ちすることなど絶対にできない。真実の上書きってやつか。ほう、あのお方のスタンドの秘密を知っているのか。いや、言葉だけで真の意味までは理解できていないと考えるべきかな。もし戦えばお前は魂さえも残さずにこの世から消し去られてしまうだろう。この世に存在しないという真実に上書きされてな。私はお前の魂を抜き取ってコレクションに加えたい。だから忠告してやるのだ。ではまたお目にかかれることを期待するよ。しまっている。で
信じられない。これが異変なのか。ニュージャージーの線路のところで死んだはずだ。ディエゴが死んだところを確かにこの目で見た。今ディエゴと言ったのか。ディエゴ・ブランド知ってるのか。前に会ったことがある。ディエゴは異変側について聖なる遺体を集めようとしていた。そうか、ディエゴも恐竜を使って遺体を探してるんだ。くそ、奴よりも早く遺体を見つけなくては。行こう。なぜここにいる。ジョニー、ジョナサン、ディエゴ、お前こそなぜ生きてる。バレンタインに敗北して死んだくせに。だが、お前らが解体されて地べたにぶちまけられるってことはな。流化された人たち、手荒なことをしてすみません。言ってる場合じゃない。まだディエゴ本人が残ってる。倒すとはな。ちょっとばかり頭数が足りなかったか。ディオ、ジャージョ、
俺たちの因縁の糸はよほど強固に結ばれているらしい。この世界でもお前と出会うとはな。おい、俺はジョジョを抹殺せねばならん。それが我が宿命。お前は馬に乗った男を片付けろ。後から来て勝手なことを言う男だな。だが利害の一致ってやつだ。俺はジョニーを始末したい。ジョニー気をつけろ。あの男は吸血鬼だ。恐竜に吸血鬼、何でもありだな。コンビ、奴らを近づかせてはいけない。ジョニー・ジョースターは俺にとって最大の試練。行くぞ、ジョジョ。攻撃をする。行くぜ。どう？好きなのか。鉄球の無限回転エネルギー炸裂しろ。イシプコリスドスタウン。Chris, je compte un escarve de Cordis qui sait pas attaquer plus de loin, en plus qu'il est Chris dans le scapé des jambes. Eux qui sont capables d'attaquer de loin et de proche, je sais. Chier royalement mon colis. Nani ka okashii. Ano Valentine という男、攻撃に殺気がない。ジャイロ、僕のことがわからないのか。
や、ジャイロ、おもま、お、お、や、あ、お、あ、だ。あのバレンタインという男、攻撃に殺気がなかった。僕たちを試しているみたいだった。あ、僕の遺体が共鳴してる。君の気持ちはわかるよ。僕もたくさんのものを失ったから。でも今は遺体を集め直して異変に立ち向かうことを考えるんだ。それがきっと君の友達を救うことになるはず。Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the Guala, yeah, and you are not badass.